イライラよゲーもうゲームに抵抗はないですか？にゃーです、にゃーです。今回もゲームの時間がやってまいりました。今までね、パフェイワシゲーム、香水ゲームでやってきました。はい、まあ、全部オリジナルだったんですよ。そうですね、まあ、たまには既存のゲームにオリジナル要素を加えてもいいんじゃないかということで。あー、いいですね。今回です、イライラよゲームって知ってますか？もちろんもちろん。エスカルポーネ、マスカルポーネ、イヤイヤイオーっていう曲のに乗せて嫌なことを言うっていうやつなんですけど、それのあるあるを言っていくバージョン。例えばお題に YouTuber があったとしたらね、メントスコーラやっちゃってるって言ったら、あるあるよって言います。もしないなと思ったら、そういう時はもうすいませんって言っちゃいましょう。脱落性、脱落性です。とりあえず一回やってみますか。やってみましょう。1番手がやっぱ一番不利じゃん。まあそうだね。だからじゃんけん順番決めとりあえず、うん、はい、これ1番の人がお題決めれるようにしましょう。あ、分かる。みーちょーぱーで合わせ。はい、じゃあ俺1枚いきます。2番。お、3番4番で最初分かりやすく学校で。あー、なるほど。いきましょう。あるあるよね、あるあるよゲーム。はい、お題は学校。学校学校あるある、はい、あるあるよ、席替えめちゃくちゃ楽しい、はい、あるあるよ、先生たまに口臭い、あるあるよ、夏のプールが超最高、あるあるよ、鉛筆転がし答え書く、あるあるよ、授業中にお腹鳴る、あるあるよ、プールでトンボの卵取る、あるあるよ、授業中に弁当食べる、あるあるよ、机の奥のプリントぐっちゃぐちゃあるあるよ、お弁当がいっぱいね、あるあるよ、ひでえ、前の今の飲めろですよね。お弁当が何いっぱいあるよ。すっごい人のやつ聞いて何も考えなかった。じゃあ逆転しよう。俺じゃあ4行くわ。じゃあ僕1番。お題は決めていいですよ。1番です。飲食店。おー、飲食店、飲食店あるあるよ、あるあるよ、ピッチャーの水を出してくれ、あるあるよ、意外と水継ぐのめんどくせえ、あるあるよ、会計後に飴くれる、あるあるよ、別々会計別々あるあるよ。え？なに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 、途中まで良かったのよ。いや、途中まで良かった。俺苦手だこの。じゃあ何あるあるにしますか。わあ、お題ね、そうだね、お風呂あるある。お風呂あるある行きましょう。はい、ある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 よ、リンスで体がぬるぬる、あるあるよ、シャンプーなかなか出てこない、はい、あるあるよ、お風呂で手の指しんばしんば、あるあるよ、シャンプー一回舐めてみる、あるあるよ。あ、待って、あるあるでしょこれは。ちょっと怖っ。これはあるあるでしょ。シャンプーとリンス一回舐めてみたことない。怖っ。目閉じて目閉じて、はい、実は一回舐めたことある人手挙げてください。はい、目開けていいよ。俺だけ。お前だけ。じゃあ俺抜けるよ。お風呂あるあるでしょ。最後までやってみよう。お風呂あるある、はい、あるあるよ、風呂出た瞬間湯冷めする、 あるあるよ、追い出し機能が遅い、あるあるよ、湯に浸かった後水浴びる、はい、あるあるよ、ホテルのシャワーがいきなり熱い、あるあるよ、シャンプーで頭洗うとキシキシ、え、ちょっと待って、え、シャンプーで当たらま、当たらまねえよ、風呂あるよ、こんなに映んなもん。あ、これ最後までサドンですね。うわ、怖え、これサドンです。お風呂ある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 よ、最初の水冷たくてひゃっ、あるあるよ、石鹸どこに行ったっけ、あるあるよ、体でゴシゴシ背中中心。なんでた？体でゴシゴシ背中中心。中心？そう、お前だけじゃん。リングちゃん体洗うときカバのブラシ使ってる。おい、誰がカバのブラシ使ってる。というわけでお風呂あるあるよゲーム優勝は海星。強いですね。
前出した。難しいね、これ意外と。意外と難しい。得意分野っていいですか。負けたんで僕1万って行くんで。YouTuber あるある。なんかすごい減った。 YouTuber あるある。はい、いや、あるよよ。挨拶が魅力的。はい、あるあるよ。カップルチャンネル見ちゃう。あるあるよ。バンユンユンちゃん、バンビもどっちもかっこいい。いやーやだよ。早っ。ちょっと何バンユンユンちゃんかっこいい。何が言いたいの。思いつきませんでした。丸刈り。YouTuber ある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 よ。広告ちょっとイヤッとする。あるあるよ。照明がリング。あるあるよ。10分1秒めちゃあるね。あるあるよ。意外と夢のあるお仕事。あるあるよ。いいですね。芸人さんがいっぱいいる。あるあるよ。質問コーナー募集動画がコメントめっちゃくる。あるよ。これは悔しい。どうしよう。 YouTuber ある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 よ。モーニングルーティーン見たくなる。あるあるよ。髪の毛が蛍光ショック。はい、あるあるよ。ゲーム実況見てそのゲーム買う。あるあるよ。面白いゲームをいっぱい作る。あるあるよ。ゲームを作る。まあこういう状況じゃないですか。というわけで、YouTuber になる優勝は開催。開催よくない。1円分の YouTuber 差し上げます。はい、ありがとうございます。次、逆にお題決めてない人。あ、ごめん。え、何あるあるか言われない。いや、今言う。あ、そういうことか。部活ある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 。あるあるよ。バスケ部入るやつモテる。あるあるよ。物質がちょっとだけ臭い。あるあるよ。野球部大体丸刈り。あるあるよ。シーブリーズをプッシャプシャ。あるあるよ。水泳部の活動期間こんだけ。あるあるよ。文化部意外といっぱいいる。あるあるよ。万件本当に動いてる。漫画研究部。漫画研究部ちゃんと活動してんのかって。イエローカードですかね、これは。あぶねえ。部活部下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 愛あるよ。バスケ部めちゃきつい。はい、あるあるよ。バスケ部こうやってボール回しがち。あるあるよ。部活終わりの飲み物めっちゃうまい。あるあるよ。帰宅部とりあえず書道部。帰宅部とりあえず書道部。何言うんだろう。あとじゃないですか、皆さん。あのね、部活必ず一つ入りましょうね。で、部活入んないといけない。いやでも部活なんてやりたくないよ。書道部でしょ。ガレー顧問のやつあるある愛あるよ。顧問の先生の車確認する。あるあるよ。サッカー部のセンターバックが急にすごい。かわいい。センターバック、急にすごい。言いたいことがいっぱいあるんだけども、つまらないのよ、ここに。ダメだ。それ良くないね。バイバーイ。ある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 よ。帰りが意外と遅くなる。あるあるよ。エナメルバッグがめちゃでかい。はい、あるあるよ。青春の1ページ。あるあるよ。水筒の中はポカリ。あるあるよ。汗水垂らした3年間。汗水垂らした3年間。青春の1ページから怪しかったこれもう一回じゃ、イエローカードですか。そうですね。あー怖い。イエローカード頼むよ。部活ある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 よ。ジョバレがすごい。めっちゃすごい。やったー。アウトー。
即勝ち。もう自分でイエローカードにしといて、まあ、ダメよ。というわけで部活あるなら優勝者は再生イエーイ。もう強いやん、めっちゃ。まあ、続いてがラストゲームね。はい、あーラストゲームはもう一人脱落者が出たら終わります。あるはい、脱落者全員分のジュース近くの自販機で買ってきてもらいます。パシリおごりです。パシリやばい。ただお題が重要ですから。お題がさ、ここはチャカさんに、あー同居人のね、チャカさんに他人にランダムで決めてもらいましょう。そうですね、これ順番マジ大事だから、ちょっと見よう。はい、みちょぱでソロ先行いきましょう。僕は2番目。おっ、じゃあ3番いくわ。あ、じゃあ音楽流れたら言ってね。なんだらあるあるって。じゃあいきますよ。はい、レディーファイ。旅行あるある。あいね、あるあるよ、一泊二日は楽しいね。あるあるよ、海外いろんな人いるね。あるあるよ、温泉つかってぷかぷか。あるあるよ、親との旅行はちょっと嫌。あるあるよ、旅館のお菓子が美味しいね。あるあるよ、お土産みんなに配ろうね。あるあるよ、浴衣着たらテンションアップ。あるあるよ、日頃の疲れが癒される。あるあるよ、旅館のお湯をとりあえず沸かす。ちょっと待ってください。何ですか。行ってこーい。あー、してこーい。はい、というわけで、はい、あ、一番モザイクかかってるんで。マジかよ。すいません。というわけで、今回はイヤイヤゲームの逆、うん、あるあるよゲームをやってみました、うんうん、ちょっとめんどくさい、ね、今動画用に音源作りましたけど、別に提供者でいきますから。まあ確かに、ぜひあの日頃の疲れを癒して頑張って旅行に行ってください、ね、くださいということ。癒されるというわけで、チャンネル登録よろしくね。よろしくね。コメント欄も書いてね。書いてね。高評価も忘れずに。忘れずに。もっと売れたい、頑張るよ。